私、鈴木の友人の村上と申します。水瀬さん、はじめまして。素敵な感じの居酒屋ですよね。先ほど鈴木に連絡してみたんですけれども、ちょっとつながらなくて、ただすぐに来るとは思うんですけれども、はい。いや、そうですよね。ここが初対面なのに遅れてくるっていうのはないですよね。あいつは高校時代から時間にルーズなやつで、あ、そうです、あいつは高校時代からのお付き合いで、はい。あ、皆さんは割と最近知り合われたんですね。あー、そっか、なるほど。そっかそっか。でもあいつにまさかこんな綺麗な知り合いがいるとは驚きました。いや、そんな、私なんてそんなとんでもない枝豆みたいなもので。枝豆。先に飲み物でも注文しますか。私は生ビールで。ああ、大丈夫です。皆さんはソルティードッグ、ソルティードッグ、はい。つかぬことをお伺いしますけれども、水瀬さんは鈴木の彼女さんですか。あ、違うんですか。あ、そうですか。いや、鈴木の方からどうしても紹介したい人がいると言われてたので、てっきりそうなのかなって思ってたんですけど、あ、違うんですね。だとすると、どうしても紹介したいっていうのはどういうことなんですかね。わかりませんけれども。あ、そうですか。はい。あ、ありがとうございます。どうぞ。では乾杯。はい。休日ですか。休日は、ダーツですかね。最近はもっぱらダーツです。はい。いえいえ、一緒に行ってくれる人なんていません。一人です。はい。皆さんは休日は何を。はい。ああ、休日は家でゆっくりしたいもんです。したいですもんね。わかります。はい。ちなみにお仕事は何を。霊媒師。霊媒師ですか。霊媒師。え、霊媒師というのは悪霊とかをこう払う霊媒師。政治家。え、政治家の先生を専門にやられてるんですか。ああ、じゃあもうガチの人だ。ああ、まあガチの人って、まあ皆さんガチなんですけれども、そのガチ中のガチというか。あ、そうなんですか。え、そのことは鈴木は知ってるんですよね。なるほど。え、どっちの意味で紹介したいんだろう。恋愛、霊媒、どっち。え、ちょっと皆さん、ぶしつけですけれども、ちょっと急を要するというか、なんというか、ちょっと聞かせていただきたいんですが、彼氏はいらっしゃるんですか。あ、結婚されてるんですか。じゃあ霊媒じゃん。
あ、霊媒だ。あ、霊媒なんすね。あ、そっか。先生、私呪われるような覚えっていうのはないんですけど、はいはい、いえ、神社に火をつけたことはないです。え、ちょっと待ってください。ちょ、それレベルの私業というか呪いを背負ってるんですか。え、もうそれはここに来た時からですか。もう入った時からですか。あ、もうごっついの来たなって。はい。だからソルティドッグを頼んだと言いますと。あれでいけるんすか。ソルティのソルティドッグのソルティでいけるもんですか。あ、そうですか。あ、ちょっと待ってください。鈴木から電話かかってきたね。ちょっと多分何か。あ、もしもし鈴木。うん、あー、いい、もう遅刻はいいんだけどさ、その俺ってなんで呪われてんの。俺なんで、うん、え、あれ、あ、そうなんだ。いやいや、ちょっと先生に聞いてみるわ。うん、あー、こっちは大丈夫、先生もいるしソルティドッグもあるし。まあ、ゆっくり来い。先生、多分分かりました。詳しい説明は省きますけど、鈴木の家に遊びに行った時に、なんか古い木箱に入ったなんかのっぺりとした木のお面みたいなものを見つけて、でそれを僕が面白半分でつけたら、鈴木が青ざめちゃって。あ、それですか。あ、そんな怖いお面だったんだ。はいはい、なるほど。今すぐどうこうというわけではなく、後日その別の場所でお祓いをすればお面は取れると。いや、先生、お面はもう取れてるんですけども、はいはい、いや、そうですね、取れるんでじゃなくて、先生、お面はもう取れてるんですけど、はい、いや、辛いですよねじゃなくて、先生、お面はもう取れてるんですけど。恋愛の方でもダメだったっぽい。